こんにちは、Pです。チャプター12、マダガスカルの海です。海の家だったりしてなじゃなけりゃ木の小屋とエイブリはお宝を隠す仕掛けに熱中しちゃって、リバタリアを作る前に金が底をついちゃったとか。ああ、なあ、もしそれがマジなら身を隠さないとヤバいことになる。手の込んだ宝探しは別として、エイブリは正しかったな。どういうこと？奴には信念があった。自分のやり方で世界を股にかけ成功した。まあ、だな。でも最後には賞金くるはず。分かってねえな。終わりよければなんとやらだ。ひょっとしたら笑って死んだかもしれない。レイさん、見ろ、船だ。残骸だけど。宝物は13個あります。まずね、ここにメモかな。これは何見つけたんだ、バーンズ。マジかよ、これバーンズの孫が書いたもんだ。だからハラムの十字架は空洞だったんだ。ここまでたどり着いたのか、うん、探しに来た冒険家の話だね。あそこにね、沈没船見えます。あそこ、こっち側から来ないと。手帳に書き込むっていうのは出ないはずです。だからこっちから来ました。この辺から出るとそこら辺さ、マルコ。上かな、落ちたとこな。上って何がだ。ちょっと待ってね、なんかあるね。ちょっと入りにくい。はいはい、ありました。真鍮のですね、懐中時計。一体どうに出るの。危ない。これ多分ね、サムがね乗ってきてくれるはずね。あれ乗ってきてないな。死んだ。どこにいるの。あれ違うよね。あ、少し乗ってきてくれてるんだ。ほら、全然違うとこに来てる。ちょっとだいぶ違うんじゃないのか。何かあったか。4億ドル相当のお宝。笑える。次はね、結構ね、宝物がいっぱいあるから時間もかかるのかな。はい、あとね、正面なのかな、の砂場。ずっと探してたものが目の前まで来てる。期待と怖さの一面。
しさ、いつも忘れちゃう。濡れたのも気持ちいいぞ。行こう。リバタリアじゃないとしてもすげえいいとこだな。それには同感。悲鳴上げてる。禁煙しろって言ったろ。はい、で、この後ね、時計回りに回っていきます。ちょっとね、攻略サイトさんを参考にさせてもらってるかな。3個目ちょっとだいぶ順番が入ってますね。順番が入ってる、うん、だから物の位置がね。別に降りちゃっていいんだよね。うわって。なんで泳いでんだ。ボート使えばいいだろう。あ、なんかなんで撃ってるんだ。行こう、出発だ。今行く。はい、でまた時計回りに回って。気をつけろ。この小さいマペの奥、何個目だ。ちょっと待って、5個目かな。懐中時計かな、真鍮のね。4個目ですね。4個目ですね。ここ、ちょっと待って、これどこ？なんで隠れてる？なんかマークだ。この位置から、あ、地図じゃないんだよね。この右下の岩。
待ってください。右下の岩ってどこだ。まだ回るのかな。ちょっとね、忘れてます。待ってね。右下っていう解釈よくわかんない。どうだった姉さん、見てみろ。あ、これエルさんが出た。あれはどう見ても人間が作ったもんだな。違うな、海賊だ。あ、ちょっとね、あそこかな。あそこ、ちっちゃい洞窟が見えるかな。あ、なんとなくいいか。小さい洞窟だ。だからね。あ、違うな。あれ？さっきの何でしたか？ああ、いや、いいのか。はいはい、いいんですね。はい。5個目ですね。この位置から右下の…いやちょっとね、攻略サイトさん見ながらやってるから、ちょっとね、位置が、説明がね、把握しづらくてごめんね。この位置から、こっちかな？あそこか。右あの塔に行ってみよう。これかな？右下の岩。これじゃないか。これか。何かもね、これだね。うわ、これだ。はい。6個目ですね。近くに調べるものがある。あ、これか。ああ、これ説明しづらいよね、きっとね、ここね。あ、手帳に書き込んだ。イベントがあるのか。イベント持って出てるみたいな。こっちでいいのかな。この下に何かあったような気がしてないのかな。あ、綺麗ですね。あ、なんか今ふとね、トンボが飛んでるようなイメージ。古い見張り塔みたいな。飛んでるように見えたのね。上からなら何か。それ古代神でした。オーケー、登るぞ。これじゃな。古代神はね、そこにあのトンボが飛んでるとあのフォトスポットでしたよね。これはなんだ。サム、こっちだ。上に上がるか。何かあるよ。こっちっぽいな。あ、何かのシンボルか。コンパスの針か。よくわかった。お前の真似をしたんだよ。いや、どうする。まあ見ろよ、同じシンボルだ。それに針、どこを指してるか確かめるぞ。
ボートは島の反対側だ。俺がボートを取ってくるから矢印を調べといてくれ。わかった。いや綺麗。でもさ、食べ物とかあるの？あるか。はいね、これからはね、矢印、丸い矢印を目標にということですね。はい。これ何がなかったかな。ここちょっと気になるんだけど、この洞窟ないのか。ないんだね。ないのはね。ないみたいだね。なんかあったよな。ない、ないな。やっぱり。あ、船があそこ。え、なんだろう。あ、はい。遠いな。泳いでる。なんか、泳ぎ方変じゃないか。何泳ぎなんだ、これは。はい、わかりません。矢印の方向でしょ。矢印の方向に行ってみよう。はい。確か、これは、そうだね、こっちで反対だね。あー、あるある、一個ほら。あれは右向いてるよね。右右。あ、あるね、ここに。あ、ちょっとなんだ、ちょっと左。あ、これ、これか？いや、違うな。この辺が多分、そうだね。おい、見ろ。また矢印だ。すごい。あ、でも、作った時は水の中に穴があったってことかな、これ。はい。で、で。あ、あったあった。まあ、ちょっと見逃しちゃったけど、右だね、こっちね。これどこかにある？え？なんか、なあ、あ、これだ、ほら。すごいな、こんなにあるんだね。左、ちょっと左になったね。何かね、イルカの群れがなんとかって実績も確かあった気がするな。左だね。ん？どこだ？どこ？あ、これか。これだね。ほらほら、見て、この正面にほら、ある。ほらこれ、左って書いてる、こんな。これだ、ね。でかいもんだな。怪しい。怪しいね。着いた。これだね。あ、ほら。あらら。え？あれ、登れないんじゃなかったかな？登れたかな？いや、登れない気がするよ。だからこっちから行く気がする。え？いいぞ。なあ、どうだ、楽しいだろう。何が？崖登り？そうさ、秘密の海賊島で崖をよじ登ってるんだ。たまんねえだろ。もうちょい登れば、あの枝を使えるな。お、手立つ？これだね。よっしゃ、ちょろいもんだぜ。待てよ、落ちて死んじまったら笑えねえだろ。ちょ、なんで、ちょろいもんだぜ。はい、これ、そう。うわ、エイブリーは案外派手好きだったみたいだな。そりゃそうなるだろう。金はたんまりあったんだ。ほら、近くに行こう。こっちかな。ある。何個目だった？新中国だよね。あ、1個目。え、待って。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
違う気がするな。ちょっと待ってね。1個目がさ、真鍮だよね。時計。あ、これか。こっちだ。真鍮のもう1個上見てた。じゃあ6個目ですね。5、6。え？ちょっと待って、違う気がする。今は口が広いだよね。1、2。え、5個目だよね。おかしいな。ちょっと待ってください。1個目が真鍮の懐中時計。これね。で、2個目が、タバコ入れ。あ、これか。あ、ここ逆なんだね。あ、なるほど。1個、あ、で、で、2個目でしょ。で、3個目がペルシア。はい、はい、3個目。4個目がペルシア。え？ちょっと待って。4個目もペルシアって書いてあるよ。違う。3、4個目がパナマだ。はいはい。え？ 5 個目がペルシア。はいはい。ペルシアが2つあるな。銀と木製。はいはい。ありますね。で、口が広い。OK。何個目なんだ、じゃあ。ちょっと。これ分かりにくいな。1、2、3でしょ？ 4、5、6。6なんだよね。ここからかな。ちょっと待って。真鍮の懐中時計ね。あ、そうそう。ここからね。ごめんね。で、でもちょっと待って。ダイヤル、タバコ入れもあるんだよね。そんなのこれ。3。ペルシア。はい。4、5、6。7個目ですね、やっぱりね。はい。合ってました。合ってる？はい。7個目です。すいません。ちょっと、手間取っちゃったね。ごめんね。はい。では、行きまーす。これは、ここに行こうとすると。おい、またか。入り口が瓦礫で塞がれてる。最高。そうだね。まあ、何百年もすれば古くなって崩れるってことを考えてなかったんだろう。で、こんなやつ。他の道を見つけよう。いいんだよね。おい、サム。おなじみの。ちょっと低下して。任せろ。よし、いいぞ。サンキュー。気にすんな。結構ね、思ってた時間かかりますね、これね。持ち上げたりくぐったり。30分ぐらいになっちゃってるかも。華やかなトレジャーハンターの実態。ん？どこ？はいはい。じゃね。うわ、待って。うわ、どこ？いや、落ちちゃう、こっち落ちちゃう。え？そっちから来たのに、なんで降りちゃったんでしょう、私。だよね。え、降りちゃっていいのか？あ、これから。え？いや、ここから来たんじゃない？え、マジか。ちょっと待って。そうだよね。ほら、ここにこっちに来て、いかにもなところを登るじゃない。え、ここの跡が悪いのか。そうだよね。この跡にこっちだ。右に行ったよね、私ね。この場所は何だったと思う。アーチは聖ディスモス大聖堂に似てるな。けど、なんだろう。あれ、どこ。あ、火がある。はい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 。そうだ、ここじゃ乗って、乗って。ほら。あたりを調べてくれ。了解。で、道が見えるな。でもこれ以外には見当たらない。ちょっと待ってろ。絶対崩れそう。サム！
大丈夫か、じゃあここ登れんの。来られたぞ。オッケーオッケーオッケーじゃない待ってろ、はい、よし、これでどうした回ってくんだ、ね、サム、おい、いるのか、はい、ここにあります。これ覚えてた、1個目、さてと、妻を怒らせ親友も追いやって、で、こっちから回っていく感じじゃない？いや、結構時間かかるね、ここマジでね。まあ、裏を返せば誰からも叱られずに済むけど。あ、サムだ、ほら、見て。どうやって来たんだ、どこいたんだよ。お前が来る方法を探してたの。あ、落としてくれるつもりだったんだね。もういい、そっから飛び移れ。わ、待って、危ない。サンキュー、大丈夫か。ああ絶好調、行こうか。オッケー。この辺は長かった気がする。ここ多分ね、会話が出ます。はい、わあ、どこも綺麗だね。すげえ景色。あ、出た。聞こえなかった？何？俺の声さ、ずっと呼んでた。聞こえなかったな、心配だった。他のことに気を取られてんのかと。この俺がか。どういう意味だよ。別に、行くぞ。あ、だな。じゃあね、ちょっとね、荷が長くなっちゃったからね、一回ね、ここで、ね、今回は終わりにしたいと思います。このチャプター長いのかな。あれ、うん、宝物は8個取ってるから、あと5個、13個ですよね。はい、そうですね。あと5個ですね。はい、じゃあね、またです。バイバーイ。